ロードレースのプロのスプリンターは200キロなど走ってゴール直前に強烈なスプリントができますが、あれは身体的にどうなってるんでしょうか、だって。いや、まあ、ロードレースのプロの方は、まあ、自転車を漕ぐその負荷っていうものにもう足が順応していて、僕らが普通に歩いたりジョギングしたりっていうレベルの、まあ、強度を自転車をのペダルを回すっていう、あの巡航速度で回すってところにデフォルトがあるっていうことなんですよ。で、そこで疲労物質がたまるみたいな、酸素負荷がこう酸素が飽和しないレベルにもう血液の能力も上がっている、まあ、心肺の能力も高まっているっていう状況なの でそこからラストの距離が短くなった時にその負荷を超えて酸素負荷がかかる運動を強くするっていうことがもう一段上に可能な領域があるっていうことです。まあそれはだが、まあ言ったらマラソン選手とかと似たようなことです。ね、約時速20キロで巡航していて、まあ、それってかなりきついことなんですけど、約20キロで2時間走るっていうことは、でさらにラストにスパートするじゃないですか。まあ、そういうことで、それと同じことです。でもロードレースの選手も、もしスプリントだけに絞ってトレーニングしてたら、スプリントのスピードはもっと上がるはずです。でマラソン選手もそう、スプリントだけに絞ってればスプリント能力はもっと上がる。だけど持久に特化して、ある程度持久力に特化した体の作り方をしているので、まあ言ったら、まあ、トラックのスプリントとかやってる自転車の選手にはスプリントでは一切勝てないですし、はい、そういった事実があるので、まあそんなに不思議なことではない。スプリンターはスプリントを鍛える、ロードレーサーとか長距離ランナーでもラストに スパートをすることはできる。人間の体はそういうふうにできているので、そんな不思議なことではないです。ただ、あのレベルに巡航速度を上げて、ラストにそのスプリント力を残せるほどの体力まで積み上げたっていう日々の努力が素晴らしいと思います。すごいことですよ。とんでもない努力量ですからね、あれね。